こんばんは、速稼塾の久保です、そしてですね、西青倉村の山根さん、メッセージありがとうございます。これはね、多分私に向けたメッセージなんだろうなと思って動画を拝見しておりました。で、これから私がね、山根さんにお伝えすることは限定公開ではなくて一般公開にしております。これはなぜかっていうと、今ね、山根さんのお過ごしになっている日々っていうのが、おそらくこのね、日本全体の10年後なんですよ、これね、本当にそうなんですよ。西アーカラソンっていうところはすごく人が少ないところです。1500人弱しかいないですよね。で、山根さんは親子介護、里帰り介護をされてるわけなんですよ。これっていうのは山根さんが特別そうなったわけじゃなくって、今からほとんどの人がこうなるんですよ。仕事を失って、仕事を辞めて親元に帰って、そこで介護をするとかね。で、地元に帰ってみると、そこはすでにですね、かつての活力を失って65歳以上の人口が大半を占めていて、自分自身も10年後には65歳以上になっていく、そして若年層10代20代がいるかっていうと、ほとんどいないと。そういうところでどのようにね、活力を取り戻していくのか、未来のことをどうやって考えるのか、そもそもそのコミュニティっていうのは未来があるのかってことをね、考えていかなければならないんですよね。で、西青倉村っていうのは1割ぐらいの方がベンチャーで、若手の起業家たちがね、参加しているところなんですよ。ここに一つの光があります。 ICO で、ね、街を盛り上げろみたいなこともしてましたけども、そういったね、アクションを大きく取り入れていく、そういうふうな、コミュニティだと思うんですよ。ここに我々の日本全体がね、思い描く未来のチャンスがあるわけなんですよね。さあ、今回ですね、山根さんにちょっと2つ課題をお届けしたいと思うんですよ。これはね、 YouTube のネタそのものです。これはね、未来を本当に救うためにやってもらいたいということです。一つは介護の問題です。もう一つは限界集落の問題です。これ今おそらくですね、西青倉村、この2つの問題かなり重く抱えてると思うんですよ。そして同時に日本全体が10年後直面する問題なんですよね。そういう意味でこの2つの問題に先駆者としてメッセージを届けてもらいたいんですよね。これっていうのは多くの方にかなり、心に響くと言いますかね、必要なメッセージになると思います。まあ、山根さん自身個人的に考えたことでいいんですよ。データがあってもなくてもどっちでもいいです。山根さんが日々の暮らしの中で個人的に考えたこと、これがですね、そのまんま10年後の多くの日本人、今50代を過ごしている方、そして40代後半になっている我々みたいなね、私みたいな年代にかなり強く響いていくもんだと思うんですよ。そして多くの方は目の前の仕事が忙しすぎて、近所の環境、街の暮らしが忙しすぎて考える暇がないんですよね。今のうちに山根さんの口からですね、その音声として、表情として、実際に日々暮らしているお父様との関係とかね、お母さんの年老いていく姿を見ながら考えていることを、感じていることをどんどん発信していただきたいと思うんですよね。で、そしてですね、最後にちょっと一つだけ、これも課題といいますかね、おすすめのテーマがあります。闇金ドックス5っていうのがね、あるんですよ。これまだね、ご覧になっていなかったらぜひ、ね、見てもいただきたいと思います。闇金ドックス5ですよね。闇金ドックス5、何回もこれね、私も見ましたし、 Amazon プライムで今見れるのかな、伝えに行ってもあると思います。多分ね、 Amazon プライムとかその YouTube の有料動画とかであるんですよ。300円ぐらいです。ぜひ見てください。見てない方は絶対に見て、10年後のあなたの暮らしがそこにあります。本当にその通りだと思いますので、見ていただきたいかなと思います。繰り返しになりますけども、山根さん、ぜひね、今までのYouTube 動画、それもね、いいんですけども、2つちょっと課題をたまにでに出してください。1つは介護の問題、山根さんが感じていらっしゃることです。2つ目、コミュニティですよね。自分の住んでる土地がこれから先どうなっていくんだろうっていう不安とか、それに対する対策法を考えているものがあったら、そういうものもどんどん提案していくということで、どっかでね、動画を作っていただければと思います。これは多くの人の役に立つことだと思います。それでは、よろしくお願いします。